すごい久しぶりに復帰するということで、はい、パッター経緯のときました。もう直球ストレートいきました。動画を撮る以前の前に本当に苦労したんですよ。やっぱ英語もめちゃめちゃ大事、問題もこう細分化すると、さあ、では始まりました、むっちゃチャンネルです。さあ、すごい久しぶりに。久しぶりですね、はい、顔白くなってませんか。森鉄チャンネルに対する恐怖心が今もう全面にカメラ出てません。顔面蒼白、大丈夫かな。黒だから、いや白く見える。あ、なるほどなるほど、コントラストだね。0コンマ1秒僕のがね、領域展開早かったです。ちょ、主役じゃないですから。あ、そう、ごめん、長嶋先生、はい、もうすごい久しぶり。いや、本当ですね、はい、どれぐらい前になりますか。3年、3年ぐらいになるんじゃない。2021年、これなんて前後ぐらいからですもんね。21年のまあ4月スタートで、長嶋先生入ったの5月ぐらいですか。まあ、そういうところで、もう一番最初の頃ですよね、はい、でその時からずっとこの格好でいらっしゃるんですか。寝る時も、和装といえばね、特別なこう毎回こう着替えてらっしゃってて、いい、あの収録スタジオの端にね、あのこの紐のかかってるのが、なんか先生が亡き後もね、ちょっとかかって、ずっとかかってったよね。あれとあれやめた後にもかかってたやつを取りに行ったんですか。でも取りに行ったの。取りに行ったからまああるわけで。タデミ復帰するということで。はい、復帰するということなんです。授業動画出ていくんですが、受験ゴシップチャンネルと呼ばれてるので、まあ、じゃあ長嶋先生、パッタ経緯のところから行きましょうか。ね、ほらもう来ました。もう直球ストレート行きました。びっくりした。花粉症で急いでませんか話。いやもう僕もう次のスケジュール、そう先生20分遅れてきたから。自分のチャンネルじゃない。はい、オブラートに全然包んでもいいんで、はい、で僕が割ってってもいいんで。大丈夫です。言ってないですよね、どこで。そうです、言ってないんですよ。うんうんうん、以前の契約は守秘義務があったので。そうそうです。でももうその会社がぶっ潰れてますからもう。まあ、いらないです。もう潰れてる。お潰れになってるんです。やめてください。包みながら、はいはい。最初やっぱり大変で、テロップを入れろと。いうね、はいはい、指示があったんですけど、はいはい、じゃあ理系のテロップって言ったら、まあ、例えば2分の1個あるわけじゃない、はい、こう見たら逆向きか、はいはい、2分の1ってじゃあどう打つのかって言ったら、うんうん、そんな知らないみたいな感じ。なるほど。手抜く場合はいわゆるスラッシュみたいなんで、ね、1スラッシュ2とかってできるんですけど、ね、それではね、ね、うんうん、ちょっと分かる、ね、そうですね、確かに X もね、うん、なんかちょっとこれだとね、ちょっとそうですね、なるほどなるほど、ならないとやっぱいけないとかいう感じで、でそれでじゃあどうするんですかって言ったら、編集者をまずお前が集めろみたいな、はい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 、ああそういう経緯、なるほど、感じになって、編集者がだからいない、誰もできない、そうそう、できない、うんうん、なので動画撮ってもじゃあそれ編集する人がいないってなったら、うん、まあ良くないのでっていうことで、まずは動画を撮る以前の前に編集者を募集するとこ、募集するとこから、うん、そう、うん、そうです。いや先生が募集したの。私募集しました、自分で動画作る。そういう経緯なんですか。でオーディションして、はいはい、で先生が試験して、そうそう、それ試験してましたね、うん、で試験して、で結局ね10人それなりに、あ、人数は集まったんだ。その10人をこう育て上げるっていうのがめちゃくちゃ大変で、うん、みんなプロだったらいいんですけど、そんなプロじゃなくてちょっと小遣い稼ぎたいんですけどみたいな、うん、そういう中には人もいるわけ で、一応まあオーディションで通ったから、うん、なるほど、合格っていうふうに言ってやってもらったんで、科目の知識があって編集もできるってなかなかいないわけですよ。です、ね、めっちゃ大変でした。だから英語もめちゃめちゃ大変、編集はできるけど英語はわかんないですから、うんうん、撮るよりね編集の方がしんどいんで、 そっちの方が圧倒的に時間かかる、ね、皆さんね、もしかしてわからない方もいらっしゃるかもしれませんけど、予備校の先生ってさ、体一つでいけばもうチョークも全部用意してもらってて、なんだって教材もね、共通のものがあるじゃないですか。で我々それをしっかり予習して授業に臨むんだけど、要はね、全部お膳立てができてて、うん、授業だけしに行くわけですよ、うん、ところがその YouTube で予備校をやるといった時に、そういったこう事前準備がゼロの状態で授業をやればいいんではなく、その授業をどう見せるのかとか、受験生が見てそれが伝わる文字表記であるのかとか、全部のチェックを丸ごと全部丸投げされてる状態から、もうとにかくやってくれ作ってくれ、うん、という状態から始まってるから、そうそう、本当に苦労したってことなんです。めちゃめちゃ僕教材作って、うんうん、でやって、うん、で編集まで全部、どんだけディスプレイでやるかとか、そういうのも一応全部決め、そうそうそう、でどういう風にすればいいかっていうのも、うんうん、もう手探りですよね。そこの部分を10人ぐらいできた段階で、うんうん、他の先生の担当になっても大丈夫だろうっていう風にした段階で、うん、
そこの部分は契約書になかったんで、はいはい、そこの、まあ、膨大な時間の分の当然費用を請求したわけです。そう、うん、なるほど、うん、そうすると断られまして、断固として払わないと。はあ、そうなんです。はあ、それ最初契約書にないから、もう自分で勝手にやったんだろうっていう定義ですか。そうですね。でも依頼された。そう、依頼されてます。依頼されて、業務依頼されて、はい、あの我々予備校の講師に仕事を依頼するっていうのは、はい、部下じゃないんで、はい、業務契約になるわけです、うん。全くおっしゃる通りです。なので部下と思って、うん、これやっとけ、これやっとけ、これやっとけって言ったら、当然まあやってもいいんですけど、その分の対価をやらないと、うん、我々生きてはいけない。全くその通りですね。別に金が金がとかじゃなくて、うん、そういうふうに全部いいよいいよいいよってやると後に続く人たちにも良くない、うんうん、だって前例を作ることになるんで、うん、本当に良くないです。なのでそこの部分はやっぱりちゃんと契約書とは別の仕事をしたんであれば、うんうん、そこの分の対価は当然ただ呼びって全部ただになってしまって良くないので、それ長続きしないじゃないですか、はい、なのでそこの部分は譲れないって言って、うん、そしても揉め事になり、なるほど、でそうすると絶対払わないって言うんであれば、うん、こっちだって残念ながらやれませんと、うんうん、でそれでもいいんですかみたいな感じで言っても、いやそれは払わないからっていうふうに言われると、もうそれは手を引かざるを得ない、うん、いやひどい話ですねそれは。でただ守秘義務があるから絶対に言わないでくださいって、絶対に言わない、絶対言わない、そうなんですよ。なんかこう突如辞めた人が悪い的な見た目になるじゃないですか。まあだってね、それに対する何のエクスキューズもないまま自分の都合で辞めたと言わされるわけですよ。そうそうそう、会社側に正当性があるみたいな定義でそのまま走っちゃってたので、そばで見てる人間としては、いやそうではないんだってことをすごく言いたかったんだけど、内実はっきり言えない、うん、皆さんが見てるのは事実じゃなくて本当そうじゃない事情があるんですよ、言えないけどという、見てる側もね、なんかはっきり割り切れないような伝え方しかできないことがね、うん、多かったんですけど、ちゃんとした理由がね一個一個語るってパーツで、うちん労働の時間がえげつなかったんですよ。えげつない、えげつなかったんですよ。んでもないんそんなね、数万とか数十万とかレベルじゃないです、ね、レベルじゃないです、えげつなかったんですよ。弁護さんびっくりしてました、うん、これあなた全部タダでやったんですかみたいな。いやだからその他のね大きな予備校でこう仕事してらっしゃる方が、自分の中のこう可処分時間というか人生の時間を切り裂いて引きちぎってそこに投与した労力じゃないですか。もう本当可処分と言えるのかって感じです、うん、本当それぐらいやってたんですよ。スポーザーじゃないですよ、はいはい、話ややこしくなるから英語、はいはい、出てきました、はい、何を言うか忘れちゃったけどでもそういうことなんですよ、はい、そうですね、あ、うん、ディスポーザボーの話はどうでもいい、はい、もう何を言うか忘れやっぱりその、はい、そういった対価の問題ってとても大切なことで、まあ物使ってくれたり揉めてくれたことが徐々に会社の中でもなんか一つ知見として共有され始めて、うん、あこれちょっとわずかでもお金出さないと講師が逃げてくぞとか、うん、まずいぞっていう風な気風に徐々にこうシフトしていくわけですよその後、うんうん、でだから先生その後、ね、そう辞められた後に対価をもらう先生がこう出始めたり、あるいは契約でも対価が支払われる契約が一方でこう出てきたりだとか、うん、徐々に整備されていくわけですね、うん、だから最初だったので、はい、全然そういうのは整って持ってなくて、うん、そうですそうです、世の中的にはもう私が入ったけどすぐ辞めたみたいな形になって、うんうん、まあ、散々私も叩かれましたけど、うんうん、まあ、それはそれでまあしょうがないなと思ったんですけど、うんうん、まさかその裏でそういうねことが、ね、動画あっても編集済みのものを、まあ、皆さん見てるわけなので、はい、生動画っていうやつは見てないから、うん、いかにそれがこう編集されて、ね、作られてきたかっていうのは、うんうん、そうですね、わかんないわけですよね、うん、まあ、最初のうちは大変でしたけどね、うんうん、でも一応その後は平穏とは言わないけれど、後から入られた人もめちゃくちゃ苦労されたと思うんですけど、こと編集に関しては10人いれば大丈夫っていうことでやったんですが、結構多い、だって講師の人1人とか理系はね1人とか2人とかいう時に10人の編集者がいるっていうのは結構、まあ、週5出せってね言われてそれがめちゃめちゃ大変だったんで、週5すごいなそれ、すごい身を削りまして、まあ、心身ともにですね。動画撮る分だけだったら世の中の皆さんが思ってる通り、例えば10分の動画やったら10分プラス準備でいいんじゃないかみたいな、ね、うん、ふうに思うんで、今はまあそんなに編集もしないようにするつもりなので、うんうん、なるほど。今後はどういった動画を出していくんですか。長いのもちょっと今やっぱり辛いので、はい、クイックドリルっていうタイトルをつけて、はい、YouTube ショートではないし10分ぐらいいくと思うんですけど、はい、20分とかちょっと短かったら4分ぐらいで終わるクイックドリルみたいな、ワンコそばみたいなやつですか。なるほど、ワンコそば、クイックドリルって書いて上にルビでワンコそば、本当に和でいくつもりですね。いらないですよ、ワンコクイックドリルでワンコそばとは読まないです。すごいな、でもよくわかる具体例ですよね。
わせていただきます。いや、見る人意味わかんないですけど、サムネにわんこそばって書いてある。わんこそば数学みたいな、どんどん食えみたいな、そんな感じで逆にバズったり。でもやっぱね、反復練習って数学はやっぱり必要で、公文式もそうですけど、うん、とにかくこう繰り返して反復してると結構成績が伸びるみたいなのがあるので、うん、でもだからといってそのクイックドリルって言って単なる式の計算とか微分せよ積分せよはあるかもしれないですけど、それだけにはとどまらなくて、そこと入試問題の間にこう来るような、なるほど、うん、なるほど、入試問題もこう細分化するとこういろんな基本の積み重ねだったりするわけなので、うん、基本部分をそうさっと処理できるような感じの作りたいかなと、うん、ぜひ理系チャンネルですね、例えば理系チャンネルです、そう、はい、文系で出てこないですね、文系なわけな、見た目的に文系で出そうな見た目ですけど、はい、理系チャンネル、最初私にまあ声がかかったのは、うん、今まで素晴らしい動画いっぱい出てるんですけど刺激を欲しいと、うん、そうですね、いう感じ、新しいものが入っていかないと、はい、視聴者側ももしかしたら飽きるかもしれないし、新しいものが入ったら違う視聴者が増えるかもしれないっていうことで、はい、してればいい、はい、はいですね、はい、びっくりした、ね、今止まってしまった、ぶち切りますからね、ぶち切るパワーすごい、うちのチャンネルまあまあそうだけど、だからもう自由にやりましょう、ということでございました。まあなので、まあそんな感じでいきたいかなと思ってます、はい、ぜひじゃあ見ていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします、はい、今回は長嶋先生おいでいただきましたありがとうございました。